2回目ですけど、いかがですか？マイクが PC のスピーカーの音声を拾ってしまうという、マイクは使ってないはずなんですけどね。別の、パソコンで今始めてますけど、いかがですかね？あ、音声 OK ですね。それじゃあ、こちらの方に切り替えますね。正常ですね、高橋さん。よかったですね。それで今日の、メインテーマですね。確かにマイクがスピーカーの音を拾ってしまってんですね。ちょっと後で調べますけどね。マイクが生きてるのかもしれないですね。クリントンさん異常なしですね。現在音声 OK とエレファントムさんですね。それで今日のメインテーマですけど、安倍晋三の退陣による逃亡を許さず、憲法違反。1、憲法違反。2、憲法破壊。3、戦争誘導。4、国民資産横領。5、売国の罪で逮捕起訴し、刑務所にぶち込めた。55年前の今日ですか、岸が退陣したということなんですね。なるほど。それで、メインテーマですけど、これで安倍晋三の正体がバレたと。これで来年7月の参議院選挙で、自公政権が3分の2以上の議席を獲得して、憲法改正、国民投票を参議院で発議することは不可能となったと。なぜならば、今まで安倍晋三の危険なファシストの正体に気づかず、大手マスコミの世論誘導報道に騙されてきた多くの国民は、今回の強行採決を見てですね、安倍晋三の正体にようやく気がつき、反安倍の側に回ったからだ。ということで、到底ですね、来年7月の参議院選挙でいくら不正工作をしようが、3分の2以上の、が、あの議席は絶対取れないと、おそらく過半数割れして彼は退陣を表明するということだと思うんですけど、この退陣による逃亡を絶対許しちゃいけないということなんですね。それで昨日、石破がですね、国民の理解を十分得てないというような形で、この強行採決にあたかも反対するようなポーズをとっているということで、すでに、安倍晋三の退陣の後ですね、石破みたいのが安倍批判をしながら登場してくるということがすでに準備されていると思うので、我々国民は絶対にこれにまた騙されて、自民党がいつもしているように、タカ派の首相が退陣した後は、ハト派の、ニコニコ側のハト派の、自民党内のハト派が登場して、結局、ガス抜きですね、石破発言は、高橋さん。結局は、自民党政権を延命させてきたということなんですね。ですから、石破はあまりにも、安倍と同じぐらいタカ派で、極右で、軍国主義者ということで、今更ですね、彼がああだこうだ言っても誰も耳を貸さないと思うんですけど、例えばこれが河野太郎とか、あるいは誰ですか、進次郎、のような、いわゆる党内の反対派が登場するという可能性は非常に大きいと思いますね。ということで、皆さん、騙されないで。徹底的に、今日のテーマはそういうことなんですね。徹底的に、この安倍晋三の正体というのは一体何なのかということを理解してですね、もともとの根源というのは一体何かということで、これは田伏システムであり、田伏マフィアなんですね、彼らは。その司令塔をずっと代々自民党は受け継いできたと。ということなんですよね。小泉進次郎ですね。で、安倍晋三の正体とは一体何なのかということですけど、これは目的のためにはですね、鈴木善幸さんもそうですね。みんなそうなんですよ。でも、安倍がですね、ファシスト独裁を自民党内でも貫徹したために、ハト派が全部いなくなっちゃったんですね。ですから、今更登場するって言っても、
残るのはせいぜいさっき言った河野太郎と小泉進次郎、その2人ぐらいしかいないんじゃないですかね。で、彼らは目的のためには手段を選ばないテロリスト、田臥マフィアなんだということなんですね。で、田臥マフィアとは何かというと、明治維新の時に英国政府とロシチャイルド国策金融マフィアの全面支援で、公明党とから着手の睦仁親王、明治天皇を殺して、明治天皇を田臥出身の大物虎之助に差し替えて、明治天皇に偽装させて起こした軍事クーデターの首謀者たちなんですね。それで江戸幕府を倒したと。彼らの本質はテロリストだと。要するに目的のためには手段は選ばないとこういうことなんですよ。で、田臥マフィアっていうのは、その後明治天皇、大正天皇は体が悪くてですね、ほとんど政治に関与できなかった。それで若くして摂政となった昭和天皇ですね、彼が田臥マフィアの司令塔なんですね。で、自らを生き神様にして、大日本帝国憲法で、神権を与えたんですね。で、国民を国家神道で洗脳する。そして、アジア太平洋諸国に 侵略戦争を起こして、大日本帝国を建設するんだという結果ですね。アジア太平洋諸国、日本では320万人が戦争で殺されたと言われてますけど、全部で4000万人の人々の命が失われたという大戦争を起こした。これは田臥マフィアの系列の司令塔、昭和天皇なんですね。戦争責任者は戦争犯罪人なんです。で、その後戦後、この田臥マフィアの司令塔は岸信介に受け継がれてきたと。で、彼は戦前の満州帝国の実質的な首相だったんですね。で、戦後永久戦犯で、3年間、菅も刑務所に入れられたんですけど、1948年12月24日にですね、クリスマスイブに、そして7名の永久戦犯が処刑された翌日に釈放されたんですね。で、その条件というのは CIA のスパイになって、米国の国益のために働けと、工作員として働けということで彼は除名され、戦争犯罪を免責免罪されたと。そして1952年に、自主憲法制定、自主軍備、自主外交展開を掲げた政党を作ったんですね。日本再建同盟と。でも、その翌年の選挙では大敗したということで、これが1955年の CIA の資金で保守合同で自民党ができた、その初代幹事長になって、そして2年後にですね、首相となっちゃったと。永久戦犯で、CIA のスパイになった岸信介が日本の首相になったという、一体何なのかということですね。で、要するにこれはもうアメリカ支配層の全面的なバックアップがあったと。資金援助から戦略的な指南を含めてですね。それで1960年5月に、日米安保条約という現在まで続く米国支配層による日本の植民地支配の法的根拠である日米安保条約、日米地位協定を国民の大反対を機動隊と、それから児玉義雄による全国のヤクザを動員して、暴力団ヤクザで国会前の反対派市民国民を暴力的に弾圧したと。それによって国会で強行採決させ、今日みたいな感じですよね、国民の大反対を押し切って日米安保条約を
批准させたというのが岸信介なんですね。その孫ですよ。孫の安倍晋三が今日同じようなことをやってんですね。全く。で、岸信介の孫安倍晋三は田伏マフィアの新たな司令塔なんですよ。で、憲法違反だろうが、国民の多数が反対しようが関係なく、今日の特別委員会で強行採決したように、自分の目的を実行を実現するには、どんな手段でも取るという田伏マフィアそのものの正体を暴露したとこういうことなんですね。それで、明日もう衆議院本会議で可決成立させ、そして参議院に送って、9月に参議院を通過させて成立させるというのが彼の目的です。で、普通の社会ではですね、この安倍晋三みたいなバカで、気違いでファシストの人間というのは普通の社会では全然通用しないんですよね。でもなぜか日本の政治の社会では通用して国会議員になり、自民党の総裁になり、そして、日本の最高権力者の首相にもなったと。こういうのは一体誰が推したのかということですね。で、結局彼を推したのは日本会議であり、いわゆる田伏マフィアなんですよ。日本会議であり、神社本庁であり、在特会、あるいは山口県の支持者らが安倍晋三を普通の社会では到底、排除され、通用しない人間を国会議員に、選出し、自民党の総裁に選び、そして首相に選んじゃったということなんですね。それと米国の軍産複合体ネオコンですね、ジャパンハンドラーズ、ジョゼフ・ナイとかアミテージとかマイケル・グリーンとかですね、あの辺の CSIS を根拠とする拠点とするアメリカネオコンのジャパンハンドラーズ、彼らの全面支援を受けているということで、自民党の総裁に2012年12月になったということですね。パルさん全く無頓着アベと。だから彼無頓着ってことは、要するに良心がもともとない人間ですから、嘘ついても自分が嘘ついて、前言ったことと違うとか、全然無頓着なんですね。良心がないから、良心の呵責っていうのはないですね。ミュウさん、同じ日に孫が同じようなことをする、偶然と思いませんと、恐ろしい歴史の1ページだというか、そうですね。彼は自分のおじいさんが国民の大反対を押し切って、でも日米安保条約を強行採決して成立させた、じゃあ俺もやるんだということでしょう。ということですね。それじゃあどうしたらいいかと、我々は自民党のいわゆるニコ顔の小野太郎とか、あるいは進次郎とかなんかが登場して安倍批判をして、これからの自民党は全く違う政治をしますよという大嘘をついてですね、またしても国民を騙すということをにならないように、我々はそれじゃどうすればいいのかということなんですね。それで具体的に何をするかというと、要するに田伏マフィアを追放すると。で、国民支配と搾取の基本構造であるでっち上げ天皇制田伏システムを完全に解体するまで戦うということなんですね。クリントンさん、田伏晋三は両親いないのかなと。いなかったんですね。いたんですけど、ほとんど地元の山口で選挙運動してて両親ともいないと。だから隣にいた岸信介、引退した岸信介のところに入り浸ってて、
で、岸信介はすごい可愛がってたんですね。それで、ことあるごとに、おじいちゃんができなかった憲法改正をお前はやれと。それで、自衛隊が9条を廃止して、自衛隊が自由に海外で、戦えるようにするのがお前の義務だよということを毎日繰り返し洗脳したんですね。そして、両親のうちの父親安倍晋太郎っていうのは、おじいさんの安倍博士がリベラル派ですから、リベラルな DNA を持ってるんですけど、母親の岸陽子、安倍陽子っていうのはまさに父親、要するに岸信介の長女として、母親に代わってですね、今のパククネ大統領みたいに父親、母親が暗殺されて父親のファーストレディみたいな感じで、ことあるごとに父親と一緒に、政治の世界に入っていったと全く同じで、岸陽子というのは岸信介そのものの生き写しみたいな女性なんですね。それで、自分の夫である安倍晋太郎が歯がゆいと、結局外相にはなったんだけど、首相にはなれなかったということで非常な不満を持っていると。で、それを自分の息子安倍晋三にことごとく、お前は父親みたいになっちゃダメよと、おじいさんみたいに偉大な日本の首相になって、おじいさんができなかったことをやるのがお前の仕事だよと、こういうことをせっせせっせとですね、言ってたんですね。で、要するに普通の親が子供たちに言う、他人に迷惑をかけてはいけないよとか、嘘をついちゃいけないよとか、お金、人のお金を当てにしちゃいけないよとか、とうとういわゆる人間としての基本的なマナーとか教え、守るべきことを教えるんですけど、この母親は一切そういうことは言わないで、政治家になっておじいさんができなかったことをあんたはやるのがあんたの仕事ですよというふうにせっせせっせと洗脳してたということですね。で、安倍晋三とともに憲法違反、憲法破壊、戦争誘導、国民資産横領、外国の罪を犯した自公政権の全閣僚と、それに協力した霞が関全閣僚を逮捕起訴し刑務所にぶち込めと。2番目、政権与党の自民党と公明党を完全に解体せよと、責任取れよと。3番目、公明党を 100% 支配管理し、日本国憲法第20条、いかなる宗教団体も国から特権を受け、また政治上の権力を行使してはならないに違反してきた創価学会から宗教法人資格を剥奪し、完全に解体せよと。4番目、去年12月の総選挙で自民党に投票した1700万人、公明党に投票した750万人の投票権を剥奪せよと。とんでもないやつに投票して、結局、日本国憲法を破ると、国民資産を横領すると、憲法を破壊すると、戦争に誘導すると、売国で国民の資産なり独立をアメリカに売っちゃったと。こんなとんでもないやつに、投票した1700万人、自民党に投票した1700万人、公明党創価学会に投票した750万人、計2450万人の投票権を剥奪せよと。そして彼らが投票したいということであれば、日本国憲法の私が言っているように資格試験に合格しろよと、最低、初級程度は合格しろと、それだったら投票権を与えるというぐらい徹底してやらないと、また同じようなことが繰り返されると。から5番目、安倍晋三ファシスト連盟と岸田首相と高村、河村、岸信夫などを支持し国会議員に選出し続けてきた山口県の選挙民、彼らに投票した山口県の選挙民の選挙権を剥奪せよということです。
で6番目、自分たちの利益のためなら手段を選ばず、100万人単位で人が死んでも構わないと本気で考えるタブセマフィアを追放し、国民支配と搾取の基本構図が出るでっち上げ天皇制タブセシステムを完全に解体せよということなんですね。ですからこれを今やるという意味っていうのは、明治維新の時にやれなかった日本における市民革命を今やると、それと1945年の8月の敗戦の時にやるべきだったんですけど、やる主体がいなかったと。全員が天皇生き神様天皇に洗脳され、天皇を批判するなんていうのは到底できない中で、誰もですね、それを否定するような市民革命というのは日本で起こす主体がいなかったんですね。で3つ目の、チャンスっていうのは1952年の日本のサンフランシスコ講和条約によって曲がりなにも独立したと。でその時に市民革命を起こすべきだったんですけど、この時も朝鮮戦争が勃発して、反共の砦として日本を位置づけるというアメリカの支配層の位置づけによって、それどころではないと、市民革命なんか到底、起こせるような国民市民の状態じゃなかったと。で、できなかったんですね。で1960年この岸信介の安保条約強行採決という中で30万人に上る市民労働者学生たちが国会を取り巻いて反対運動をしたと。ただそれが敗北して強行採決されて、そして岸が退陣したことによってですね、その反岸運動が見事に潰されていくんですね。ですから岸信介が退陣するということで、結局市民革命まで進むべき運動がですね、そこでポシャっちゃったということなんで、今回の今日のテーマですけど、退陣による逃亡は絶対許さないということにつながるんですね。で4つ目の機会としては1970年の反安保、あるいは反ベトナム戦争、あるいは反公害闘争、あるいは各地の大学での学生自治をめぐる戦いと、全共闘運動等々で、まあ、我々もですね、学生運動に参加した一人なんですけど、その時もいわゆる日本で市民革命を起こすんだと、日本でマルクス共産主義革命を起こすんだっていう、学生の主張はありましたけど、市民革命を起こすんだという主張はゼロでしたね。それで、武装闘争、学生を主体、反戦労働者を主体にした武装闘争が当然ながら機動隊、警察の圧倒的な暴力の前で、鎮圧される。でその後1970年代っていうのは、その学生のいわゆる過激派退治で、各学校はですね、いわゆる弾圧の嵐が吹き荒れたということで、1980年、1990年、2000年、で2010年ということで、学生運動も、あるいは市民運動も停滞したんですね。それで、今回ですね、2015年、この2012年に登場したあからさまなファシスト政権、自公ファシスト政権の暴走の限りを尽くして、今日強行採決したという中で、ようやくですね、安倍自公政権のファシスト政権であると、彼らはファシストであるということが課題の国民に知れ渡ったということですね。
高橋さん、安倍望ましき正体があらわになった今こそ、これまでできなかった市民革命を起こすまたとないチャンスということですと、市民は石破や菅のガス抜きを利用しての退陣、絶対に許さないということが本当の必要ですよ、とそういうことなんですね。危険な安倍晋三、お友達の長谷川美智子、もう一度戦争して米国に勝つ、これが本音、お友達の八木修司、天皇は安倍の会見を批判するな、安倍氏は天皇の上に君臨するという、砂月さんですね。安倍の友達っていうのはろくでもないですよ、ファシストなんですよね。長谷川美智子っていう哲学者と自称してますけど、なんで埼玉大学の教授をこんな極右ファシストが哲学の講座を持って、教授までして、名誉教授までしてると、一体埼玉大学何やってんのと、あるいは埼玉大学で長谷川美智子の授業を受けた学生は何やってんのと、何の批判もしないのと、驚きですよね。こんなのが NHK の経営委員の一人になって、安倍一族は国賊と、そうですね、クリントンさん、芸能界とかでも田臥に批判の声という、クリントン辺りさん、田臥晋三に批判の声と、そうですね、芸能界でも声が上がってるということですね。安倍政権に NG ノーの声が続々、宮崎駿、鶴亀っていうんですか、鶴瓶か、美輪明宏、アジカン後藤、政府補助委員会と、リテラーですか、なるほど。エレファントムさん、コンティニューコインですね、2枚ですね。チカオさん、戦争法案が強行採決、戦争へとひた走る安倍独裁政権の嘘、インチキ、横暴のすべて、リテラル。チカオさんですね、エレファントムさん。安倍晋三は田臥売国マシンとなると、なるべく洗脳教育を受けてきたということですね、と。そうですよ。クリントンさん、だから安倍晋三はジジコンなんだと。ジジコンって言うんですか、ネオコン。ジジイがネオコンになると、ジジコンなんですかね。から、砂月さん、安倍晋三の退陣による逃亡を許さず、これは今日のテーマですね、メインテーマ。憲法違反1、2、憲法破壊3、戦争誘導4、国民資産横領5、売国の罪で逮捕、起訴し、刑務所にぶち込めと、ワイワイニュースライブ、ただいま配信中ですね。杉ライスのお茶ですね、3杯ですね。ということで、これはさっき読みましたね。ということですね。コンティニューコイン2枚ですね。砂月さんですね。ということで、高橋さんがコメントでおっしゃってるように、今こそが、今まで何回もチャンスだったんだけど、できなくて、その都度潰されてきたと、あるいは挫折してきた日本における市民革命を今こそすべきなんだと。そのためには、自民党政権、あるいは自公政権、あるいは安倍晋三等々を支えている構造的な勢力って一体何かと。これはもう田臥マフィアですね。そして、日本国民を支配と搾取をしている、明治維新から現在まで続く基本構造である、でっち上げ天皇制と田臥システム、これを完全に解体するということこそが市民革命なんですね。だから今日、おそらく数万人の人が今集まっていると思うんですけど、国会の前に。で、10万人ぐらいの人が集まってるかもしれないですけど、この反、自公政権を倒すんだということの意味ですね。徹底的に、自公ファシスト政権を支えてる、明治維新にまで遡る、テロリスト集団、田臥マフィアで、彼らが構造的にはめ込んだ搾取と支配の基本構造である、でっち上げ天皇制と田臥システム、これを完全に解体するということこそが真の
市民革命なんですね。でこれは普通の人、普通の国民、普通の市民が利権独権は許さないと。で大手マスコミ、官僚、政治家の嘘には騙されないと。自分たちで勉強してこの支配と搾取の基本構造を理解して敵を特定して、彼らを根こそぎ解体するんだという戦いに決起すればですね、日本でも市民革命が成功するということで、決して夢ではないというふうに思いますね。つまり自治公はジジイの騎士が異常に好きということと、あ、なるほどね、異常ですよね、本当ね。それで、もう一人、ジジイがいいんですよね。安倍博士というリベラル派の国会議員ですけど、彼に関しては一切言わないんですね。安倍晋三は異常ですね。彼が言うのは、一方の母方の父親の岸信介であって、父方のおじいさん安倍博士に関しては一言も言わないと、言って何なんだと思いますね。ということで、あと砂津健さん、移民法を可決させ、特区で外国企業のために残業をただばったら首切り自由にし、少子高齢化で少ない若者非正規雇用に貶め、経済徴兵制で米の玉よけに、これを支持するネトウは売国土ということですから、もうあれですよ、安倍次郎ファシスト政権を打倒して、市民革命政権を樹立するということで、新政権がこの間の歴代自民党、安倍ファシスト政権含めて歴代自民党が強行採決し施行してきた全ての悪法は全部廃棄すると、廃案にするという作業が必要ですよね。まずあれですよ、汚れた雑巾をきれいに洗濯するという作業が必要ですよ。ということで、今は32分31秒ですね。それで今日のトピックスですかね。で、朝日新聞が安保法案衆議院で可決、与党が強行採決ということですね。で想定される政治日程として、明日、今週中って書いてますけど、明日が木曜だから、木金で安保関連法案の衆議院通過で参議院に送付すると。だから7月下旬以降、安保関連法案の参議院が審議に入ると。7月の下旬ですね。で8月15日終戦の日に、この日までに安倍首相が戦後70年の談話を発表すると。で9月中に政府与党安保関連法案成立目指すと。で9月27日に延長国会の会期末と。で9月30日に自民党安倍総裁の任期が満了すると。で9月下旬に国連総会に行くということですね。人権の文江さん、ユナイト・ザ・パワーさん、こんにちは、はじめまして、よろしくお願いします。民意を確実するためには、不正操作、不正集計選挙に対し、投函前の投票用紙を携帯デジカメでの録画することを習慣することだと思います。証拠として残したことということですね。デジカメで自分のあれですね、投票用紙を撮影して持っておくということで、でそれを全員がすればですね、証拠として、いわゆる武蔵のコンピュータープログラムによる不正、集計の嘘がバレるということで、これは非常に有効ですね。そうしましょう。ウィントンさん、西日本に、民主社会主義評議会ができると思うという、なんか2つに割りたいですね。割りたいみたいですね、ウィントンさん。
シカゴさん、政子の首相が日本を滅ぼす母親に弟より愛されたい安倍晋三の岸信介会見のこだわりは政子の現れとリテラですね。市民革命は決して夢ではない。私は一切の差別を否定する山崎さんの革命理論を正しいと思います。本当にこれが実現されるならば可能だと思いますということで、ですからこれ、市民革命というのは日本だけ、では問題解決しないですね。特にネオコンとかネオコンの根っこっていうのはアメリカですからね。そして、ロシアの国際金融マフィアの根っこっていうのはイギリスですから、ね、ですから特に先進国アメリカ、日本、EU、イギリスのそれぞれの覚醒した市民が立ち上がってそれぞれ市民革命運動を起こして、いわゆる全世界を支配し搾取する構造を理解して、で、既存の政権を倒して市民革命政権を樹立するということだと初めて、ロシアと国際金融マフィアの金融支配もアメリカの軍産複合体ネオコン戦争至上主義者の軍事支配も根っこのところから解体できるということなんですね。ですから日本単独で成就するということじゃなくて、日本は日本で頑張るけど他のアメリカ国民市民、ヨーロッパ、EU 国民市民、イギリス国民市民、そして、韓国、中国、台湾、インド、バングラデシュ、アフガニスタン、中東、アフリカ、全世界の国民、市民が同じ志で市民革命を起こすということがまさに世界革命なんですね。ミルキーさん、自由も民主主義も抹殺した自民党は名前を米国追従独裁戦争と書いて、よくまあ言うよね、自由民主党ですって自ら否定する理念を自分の党にしてるという、笑えないですね。シカゴさん、衆議院特別委員で戦争法案強行採決、野党プラカード掲げ怒号と一貫言体。クリントンさん、そのうちこのままだと電波統制もされてアマチュア無線すら禁じられてる。ああ、そうでしょうね。白吉さんですね、お茶ですね、こんばんはと、ありがとうございます。東日本帝国は衰退するということは、なるほど。シカゴさん、条約の適用なしと後方支援の自衛隊はテロリスト扱いだった日韓連盟。そうですね、ジュネーブ条約で捕虜の扱いにならないということで、それはテロリストになっちゃうということですね。シカゴさん、いかさま経済で国民は借金を背負わされると、すべての国民はお金の仕組みを学び信用創造特権の実態を知るべしというシカゴさんですね。で、旧敵国条項を固くなに保持する米国が日本を戦争に導く安倍氏の仮想的敵中国は常任理事国、旧が消されるというですね。それからあれですね、毎日新聞今日付ですけど、安保法案今こそ殿下の宝刀ロースガスト権確立続々と、でこれ出版労連ですかね、出版労連 4万5千人が4月10日に東京都内で定期大会を開き、三別統一スト権として言論出版表現の自由を守り憲法改悪に反対するストライキ権を賛成多数で確立したと。スト権をめぐる議論では若者がアレルギーを持ってしまうかもしれないと丁寧な説明などの意見もあったが、執行部は産業を守る意味でも表現の自由が脅かされかねない法安保法案や憲法改正に反対するなどと訴え賛同を得たと。出版労連ですね。から医療現場で働く看護師らで組織する日本医労連中野千佳子委員長15万人は、
今月22日から開く定期大会で、三別統一都県の6項目の中に、戦争法案憲法改悪阻止を入れたということで、経済ストと違って、ハードルは高かったが、戦争が起きれば私たちは真っ先に巻き込まれると、労組として反対の意思を明確に示す必要があったと、ストを提案する理由を語ったと。から、印刷業を中心とする全国印刷出版産業労働組合総連でも、北海道の組織は安保法案と憲法改正に反対するストを廃止役確認したと。東京や京都でもスト確立が議論されるようだと。から厚生労働省、それで厚生労働省の統計によると、半日以上のストライキの件数は70年に年間2000件を超え、74年には5197件とピークに達した。その後、景気の低迷や労組の組織率低下などを背景に、件数は減少、2001年は100件に割り、100件を割り、13年は31件だと。ひどいですね。31件です。70年代に政治ストを目立ったが、現在はだいぶ経済スト。これはひどいですね。で、この中に、いわゆる、公務員労組が入ってないですね。なぜかということで、私がずっと言っていますように、日本は世界一の高額の給料と世界一の優遇労働条件を公務員460万人に保証してるから、公務員は立ち上がらないんですね。ひろこさんが国会前中継ですね。先ほどツイキャスを見させていただきました。頑張ってますね。から日本の労働組合が立ち上がったと、クリントンさんですね。毎日新聞、電から報道。31日、日本テレビは百田の永遠のゼロ放映と。なるほどね。亀井運河さんと。世論誘導ですね。本当の情報が知られると、安倍一味にとってまずいからと、クリントンさん。世界の司法発行権が民間銀行のイカサマ信用相当のイカサマを知らぬと、借りてもいない借金の奴隷にと、信用相当が分かりやすい動画ということで、シカゴさんですね。ということで、今日の国会で辻元さんは泣いてましたねと。僕の議員同様、在日らしいですが、彼女のような正義の人にむしろ首相になってもらいたいと本気で思いましたと。まさに頑張ってますよね、彼女ね。一枚皮を剥けたっていう感じですね。前はなんか、民主党の副大臣かなった時にはチャラチャラしてますけど、彼女はやはり野党がいいですね。野党にならないと彼女の良さが出てこないと。彼女に首相になってもらってもいいんじゃないですか。もう少し修行してもらって。日本のいわゆる田伏システムとかですね、あるいは田伏マフィアとか、でっち上げ天皇制とか、等々をちゃんと理解してから首相になってもらいたいですね。何でしたっけ。毎日新聞、これはいいか。そうですね。毎日新聞は、コメント欄に URL をアップしていただきましたので、シカゴさんですね。ということですね。日本の労組が決起した。三菱マテリアに、元米兵捕虜に謝罪と。鳥沼さん。それから反安保、大学にも拡大と。憲法無力化、今声を上げねばという東京新聞15日。これもなかなかいいあれですね。これ、反安保、大学にも拡大と、東京新聞。ようやく事の重大さに気がつき始めたということですね。反大学、反安保、大学にも拡大ということですね。明治学院大の教室で声明を語る会が開かれ、教職員と学生ら20人が集まったと。教員有志15人は6日、憲法の平和主義が無力化されると法案への反対声明を発表。
学内に掲示し170人超の賛同人を集めている。語る会はこの日を含め4回開催、昼休みにランチを食べながら日本の戦後責任や救助言論への圧力といった問題をテーマに掲げたと。今後も続ける予定で、呼びかけ人の稲瀬准教授は、法案は多様な問題を含むと、開かれた対話の場としての大学の役割を果たせればと語ると。学生組織のシールズの代表の一人が明治学院大の学生なんですね。だから明治学院大学自体がなかなかいい学校のようですよね。から東京大でも今月10日、学生教職員 OB らが抗議集会に300人が集まった。国際キリスト教大の伊南正樹客員教授憲法は23日、政治学、国際関係学の異分野の3人で声明発表。法の支配の根本が覆される事態、今声を上げなくては。3人というのはちょっとあれですね、寂しいですね。国際キリスト教。から立命館大の法学部と法科大学院の教員有志64人も同日、戦争準備の性格を持つ法案に反対する声明を発表したと。で、他学部の教員が入り、全学で賛同を募る活動もインターネットで始まったと。憲法学者の多くが違憲とする法案を強行しようとする政権の動きに、小松教授憲法は専門知識を軽視し、学問を侮辱する政権の憤りが広がっているということですね。だから、ノーベル物理学賞をもらった松川さんなんかが呼びかけになっている学者、反対する学者の会でもう1万人近いですよね。すごい勢いで学者の世界にもこれはやばいという雰囲気がずっと出てきているということですね。安倍の母校、政経問題ね、政経法学部、反安倍で立ち上がれよと。神ちゃんさんですね、お茶ですね、ありがとうございます。から砂月さん、中曽根国労道路潰し、小泉前提潰し、安倍日教組やじ、おそらく CSIS の戦略指導ありという、まさにそうですよね。中曽根、小泉、安倍と、これはもう、田伏マフィアプラスネオコンですね。これ、時事通信記者を処分へ、会見で不適切な質問ということで、毎日新聞14日、時事通信社は14日、菅官房長官の会見時に不適切な質問をしたとして、編集局経済部の記者、男性記者47を同時続けて総務局に移動させ、今後記者を含め関係者の処分を検討すると発表した。政府が進める米普天間基地飛行場の名護市辺野古移設に絡み、県が埋め立てに使う土砂の搬入を規制する条例を作ったことについて、男性記者は13日の会見で、国としてもある意味見限ってもいいような気がするが、その辺はいかがでしょうか。もう連中はほっといてもいいと思うんですけど、いかがでしょうか、なんて質問。菅氏は沖縄の発展は日本の発展にとって極めて大事だ、できる限り沖縄県と話し合いながら進めたいなと応じた。渡辺編集局長は、問題の質問は社としての見解ではないと、不適切な表現で沖縄県民や議会関係者を不快な思いをさせ申し訳なかったと、記者教育の徹底を図りますコメントを発表したと。時事通信、こんな記者がこの47の男性記者以外にもたくさんいるんでしょうね。あれじゃないですか、一番注意しなくちゃいけないのは、田崎という時事通信の特別編集なんとかで、よくテレビによく出てる男がいて、彼がもう安倍の会食にですね、去年も今年も他の仲間と一緒に出てんですね。時事通信としては、この経済記者を処分するというのとともに、田崎をクビにしようと。安倍のいわゆる御用記者の有力メンバーですよね。で、彼がいろんな媒体に出て、安倍援護の
コメントをしてるというのは、時事通信社の会社としての活動じゃねえだろうということで、彼こそ処分すべきでしょうと、時事通信、思いますよ。新国立競技場の建設計画見直しへ政府が調整、上と根さん、利根さん、今頃遅いよ。これもポーズだけでしょうね。それとギリシャですね。ギリシャが、緊縮法案を議会提出、支持求め首相奔走ということで、これは何のための国民投票だったかっていうか、全然わかんないですね。要するに国民投票で否定された3つのトロイカからの緊縮政策を彼はギリシャ政府の緊縮案としてほとんど同じ内容のやつを出して、それが承認されたと。で、担保として、議会で法律を作れというふうに強要されてるんですね。一体何なんだということですよね。スプラスさん、裏切ったんじゃないかと、国民を。田崎は TBS がよく使ってますねという、そうですよね。なんであんな時事がまだ出てるのという感じしますけどね。彼、意図的ですよね。時事通信は、彼を使って、政権との、いわゆる旨味を彼を通じて、保っているということでしょう。成蹊大学は三菱系ですから、三菱のためのセールスマン、安倍晋三と。原発兵器メーカーは万歳では、安倍法制、戦争も万歳ということで、そうですね、三菱重工とか三菱電機とか、かなりはですね、防衛予算がかなり拡張されてますので、一種のバブルみたいになってですね、軍需バブル、バブル、その中の筆頭が三菱重工でしょう。ということと、から今日の重要情報ですね、これは桜井ジャーナルさん。危険を承知で安保法案を成立させようとする安倍政権は、破壊と殺戮を繰り返すネオコンに絶対服従という。ですから、明日のメインテーマはまさにこれなんですね。安倍のこの、田伏マフィア、田伏システムっていうのは、結局ネオコンとつながっていると。で、ネオコンというのは、マイナス4、人間がですね、100万人単位で死のうが関係ねえというふうに本当に思ってる連中なんですね。だから安倍およびその仲間というのはそうなんですよ。100万人単位で、例えば福島県民が被爆、あるいは放射能汚染で死んでも構わないというふうに思ってる連中なんですね。だから完全にネオコンなり、あるいはロシアの国際金融マフィアと全く同じ世界、支配層の中に彼らは入っちゃってる、こういうことですね。利根さん、法案通った今日は軍事株が軒並み上がってるという。なるほどね。全部つながってるんですね。それと、今日の注目情報、これは朝日新聞、ウォッチ安保国会、安保法案の学問の株、これはさっき言った学者9766人が賛同、廃案要請という、これが増川さんが呼びかけ人の一人になってる、あれですね、学者、反対する学者の会ですね、9766人ってすごいですね。シカゴさんですね、桜井ジャーナル。
だから、この桜井さんの、あれは、BRICS や SCO で連携を強め、AIIB、アジアインフラ投資銀行に次いで、BRICS は新開発銀行 NDB を始動させ、現代版シルクロードプランもあると。アメリカの支配層は危機感を抱いているはずで、ネオコンの恫喝が実際の核戦争になる危険性は高まっていると。安保法制はこの危険性を高める大きな要素になると。そうなんですよ。ネオコンというのは第3次世界大戦を狙ってるんですね。から今日の注目情報ですね。学者9766名。これですね。ということです。今日は最初の9分ぐらいはなんかエコーが入って、途中でやめて、で2回目ですね、56分5秒、閲覧59名様、計178名様、コメント85名、それとチャット、コンティニューコインですね、いただきましたね。ということで、今日は7月の15日ですね、時間が午後7時43分ということで、高橋さん、100万人単位で国民の命が奪われても、一向に構わないと平気で考えてしまう、田臥マフィアはネオコンとつながっていると。安倍はその筆頭、こんなのは絶対許せないということですね。ですから、彼はまあどっちみち、もう下り坂ですので、いつ体調を崩すかと、あるいはいつやる気なくすかと、こういう時間の問題だと思うんですけど、まあ今日のメインテーマですけど、彼が退陣するということで、それで喜んでですね、彼を逃がしちゃだめなんですね。彼をこの間押し上げてきた日本国民を支配し搾取する根本構造であるでっち上げ天皇制と田臥システム、あるいは、公務員天国を、それを実際に実質的に支えている田臥マフィア、これを全員ですね、根こそぎ構築し、解体しなければダメですよと。途中でニコ側の、ブッシュが退陣して、ニコニコ側のオバマが出てきて、We can change。 何を変えるかっていうのははっきり言わないでですね、みんなブッシュの戦争政治を変えるんだというふうに勝手に思って、投票したら実際は違うんだと。ブッシュがロックフェラー支持だったのを、私はロスチャイド支持に変えるんですよというメッセージだったということなんですね。ですから、安倍がひどいと、安倍の政治は、私は自民党にいたけどずっと許さないでいたなんていうね、言い訳をしながら、ニコニコ側で登場するような河野太郎とか、あるいは、小泉進次郎とかですね、あるいは何人かの一見ハト派的な人間が登場しても、絶対騙されてはいけないんですよ。徹底的に安倍自公ファシスト政権をの主犯者と、それを支えてきた広範な官僚、財界、マスコミ、評論家、シンクタンク、在特会、神社本庁、日本会議、あるいは日本、松下政経塾とかですね、日本財団とか東京財団とかですね、そういうものを含めて根こそぎ、根っこから断ち切らないとダメよということだと思うんですよね。シカゴさん、強行採決は想定内と、安倍強行採決ムードも小林氏が宣言、安倍政権は倒せると2か月で、倒せんです。だから野党共闘で倒す、から違憲訴訟をするということを彼は提言してるんですよね。ということで、国民よりアメリカのスピーチが重要な人でしたからね、という、曽根文雅さんですね。ということで、今日の放送は終わりです。また明日、木曜日ですね、
またよろしくお願いします。今は午後7時46分ですね。お疲れ様でした。